はい、皆様どうもこんにちは、えー、と今日はですねえっ、ー、と以前、えー、とだいぶ前年明ける前だったかもしれないですけれども、えー、とサムヤンの、ね、135mm について、えー、と少し喋ったことがあると思うんですけど、まあ、この性能についてですねこのレンズですね、えー、とこのレンズについて、えー、サムヤンの 135mm について、まあ、あのデジタルピクチャー .com っていうサイトに、えー、その性能評価というか、まあ、チャートを撮影したものが えっと、掲載されましたので、えっ、ー、と、まあ、いろいろ見ていこうかなと思います。はい。それではよろしくお願いします。で、これはですね、今、a z o n のサイト、Amazon なんですけど、えー、そこで、えっ、ー、と、74,611円というですね、値段でまあ取引されています。えっ、ー、と、まあ、この値段はですね、えっ、ー、と、キャノンの 135mm の中古と、えー、と、あの、 135mmF2 の,の L レンズですね。あの中古とですね、大体同じぐらいの価格になってますね。はいでまあ、それが、えー、っとサメヤンから発売されてるよと。まあ、これ新品の価格ですね。はい、でそれが出てます。でえー、っとこれをですね、あのまあ、このデジタルピクチャー .com のサイトなんですけど、まあ、これで比較していきます。でレンズはですね、 えと今、ここにえとサムヤンの 135mmF2 のレンズと、こっちはですねえと僕が今使っているえーとカール・ツアイスの 135mmF2、アポゾナーの T スターと、こっちのレンズはですねもう非常に定評のあるまあレンズですね。135mm の中ではおそらく最強だろうと言われてす。ます。それと比較しましょう。とで今表示させている画像はですねえとサムヤンの方です。サムヤンのこっちの 135mm の方を表示させてます。はい で、これを見る限りですね、えー、特に、えー、目立った色収差とか、えー、そういうのはなく、まあ、端の方までですね、えー、きっちり結動してるなっていうイメージを、まあ、これだけでも受けるんですけど、そこでですね、ちょっと比較するようなことをしてみるわけですね。で、これを今からですね、えと、ー、アポゾナーの方に変えてみると。そうするとこんな感じですね。で、これがサムヤン。で、これがアポゾナーですね。サムヤンと。で、これアポゾナーと。で、ここのですね、えー、っと、ぐるぐるなってる部分ですね、この、 円のこの、なんだろう、渦巻きみたいなのが書かれている部分をちょっと見てください。で、これ今アポゾナーなんですけど、これをサムヤンにするとこんな感じになります。で、これですね、ちょっと動画だとわかりづらいかもしれないんですけど、えっ、ー、と、このサイトに行って実際調べてみるとですね、えっ、ー、とアポゾ、アポゾナーの方がですね、えっ、ー、と、シャープに結合してます。ちょっとサムヤンの方はですね、線が、あの、ぼやっとしてる。まあ、ぼやけてるかなっていうふうに、えー、と、見えますね。 はい、で、これ今、両方とも開放で比較しています。これ、えー、っと、アポゾナの方がですね、やっぱりシャープかなと。まあ、値段がですね、えーっと、10万円ほど上積みされてる方のレンズなので、まあ、シャープじゃなきゃですね、えー、っとちょっと割に合わんなっていう感じはするんですけど、まあ、そこはですね、やっぱり、えーっと、性能の差が出てますね。で、これ今、えーと、サムヤンです。で、これアポゾナですね。これサムヤンですね。で、これアポゾナと。で端っこの方はですね、なんかサムヤンの方もなかなか、あのー、 いいかなっていうふうな思いますね。ただこれちょっとですね、ちょっと一つなんだろう。このデータが正しい、正しいというかなんか、前見た時と印象が違うのは、もうちょっとですね、サムヤンの方は周辺原稿があったように思うんですよ。えっ、ー、と、開放だとですね、これ結構大きい周辺原稿があって、あの、それさえなければ結構いいレンズかなっていうふうに思ってたんですけど、ちょっとですね、これを見る限りだとその周辺原稿は、あのー、 なんだろう。アポゾナと同じような感じかなっていう思えますね、うん。ただでも実際はですね、アポゾナよりもはるかに、えー、とデータ上では大きかったはずです。はい、で例えば、えー、2.8に絞りましょうか。えー、今サムヤンの方はですね、2.8に絞りましたで。絞ってもですね、そんなに改善というか、えー、はしないですね。 あんまり違いがよく見えないと。ちなみにアポゾナーと比較するとこんな感じです。これがアポゾナーですね。これサムヤの2.8です。こっちアポゾナーの解放ですね。これ2.8。解放,放でこれですよ。2.8と比較、2.8に絞ってもですね、まだですね、アポゾナーの方がシャープかなというふうに思います。はい、まあ、まあ、やっぱりですね、値段相応というか、えー、っと、まあ、 ね、MTF 曲線だと,、えー、とかなりです、ね、このアポゾナーに肉薄するどころか上回っているような、まあ、そ,れにそんな感じも受けたんですけど実際こうやって実写してみると,です、ねえーとまあ、シャープさはゾナーの方が上ですね、うんえー、とやっぱり高いレンズっていうのは、えーとまあ、値段だけじゃないですけども、まあ、いいものが多いという傾向にあります、えーとまあ、そこで,です、ねえー、ともう少し安い 135mm、まあ、安いって言ってもそんなに安くはないですけど えっと、キャノンの、えー、EF135mmF2 を、えー、見てみましょうか。これもですね、えー、と天体写真に使っておられる方も、えー、といらっしゃいますね。えっ、ー、と、これもまあまあ、えー、と定評のある 135mm です。はい。でこれ今、サムヤンの、あ、2.8か。とりあえず2にしとくか。えっ、ー、と、サムヤンのこれ2です、ね、2と2.8変わらないですね。このサムヤンに限っては。はい。そんなですね、えーと、急激な改善とかそういうのもないです。うん。で、これ今、サムヤンですね。 これ、キャノンの EF135 と、サムヤンと、e、EF135。これはですね、サムヤンの方がいいですね。えー、と、EF135 のここの、えっ、ー、と、ぐるぐるなってるこの部分見ると、で、これ今、e、EF135 です。これサムヤンですね。EF135、サムヤンと。これを見るとですね、若干ほんのり色がついてると思うんですよ。 えっと、まあ動画じゃちょっとまたわからないかもしれないですけど、まあ、若干色が、えー、っとついてるのと、なんかぼやっとしてます。それがですね、サムヤンの 135mm の方が、えー、っとシャープかなという印象を受けますね。若干この、えー、っと文字とかですね、この端っこの方の色づきが見えますね。こっちとかもかなりぼやけてますね、もう。えーえー、ここの、えー、っと四角の部分を見ると,、えー、っと、これ今 EF135 なんですけど、EF135 の方はですね、えーっと、かなりぼやけてます。これがサムヤンなので、全然違いますね。 うん、あのキャノンのですねこ EF135F2L よりも、えーと、こちらのサムヤンの 135mmF2ED の方がですね、えーと、今買うんだったらこのサムヤンの方がいいです。性能は、はい、上ですね。まあ、それぐらいですね、いいレンズになってます。まあ、このャキャノンの方もですね、これ悪くはないんですけど、えーとまあ、それよりもですね、どうやらサムヤンの方がいいかなっていう感じはしますね。ただ周辺原稿はどうなんでしょうかね。周辺原稿、ちょっとこれだとわかりづらいな。 うんまあ、周辺銀行まで含めるとまたちょっと違うのかもしれないですけど、まあ、欠造性能というところに限って言えば、えー、サムヤの方がいいです。まあ、それよりもはる,はるかにいいのがやっぱり、えー、とゾナーなんですけどね。うん、やっぱりアポゾナーは、ですねこれはちょっと別格っていう感じがしますね。はいまあ、値段がですね、えー、と20万近いレンズということになるので、えー、とまあ当然、ですねそれぐらいはないとちょっと困ると、僕としても困るっていう感じなんですけど、やっぱりですね、えー、と一段、えー、と頭が抜けてるなと。 いう感じがしますね。はい。で、まだあれはないのかなえー、というわけでですね、やはりこの化学体のレンズだったら、えー、この 135mm 中望遠っていう焦点、えー、気だとですね、えー、やっぱり、えー、と、ゾナーにかな、アポゾナーにかなうものはなかなかないようですね。まあ、あるとすれば、まだ大スの 135mm ってないんだっけまあ、大スのですね、えー、135mm の中望遠があるとすれば、えー、それはですね、 多分まあそっちの方がまた上になるんでしょうけど、まあ、ただ大田数はね、値段がまあ、ゾナーのバイト2本変えてしまう値段なんですね。うん。まあ、多分 135mm 出るとしても、またですね、40万とか、そんな価格で取引されるようなものなんで、ちょっとですね、えー、僕からはえと手が出ないような、まあそういったえレンズになってます。まあ、ギリギリ届くのがこのアポゾナーだったんですね。はい。まあ、もうかなり無理をして無理をしてえ、なんとか変えたのがこの 135mm でした。はい。 でまあ、サムヤンの方はですね、それよりも価格が低いので、えーかまあ、サムヤンにしてはちょっと高いですけどね、7万円ちょっとしますんで、えっと、値段が7万4千もしちゃうので、えー、サムヤンにしてはちょっと高いですけれども、まあまあまあ、えー、性能はですね、えーっと、悪くないかなと思います。えーっとまあ、キャノンの EF135 よりは、えー、っといいと思います。はいでまあ、そういう結果が、ね、このサイトの調査から得られました。 ということで、ですね、まあ、僕はですね、このレンズを、まあ、サムヤンのこの 135mm を買うということはないと思うんですけど、まあ、手軽にですね、もう一本なんか中望遠で楽しみたいなというときは、えー、このサムヤンのレンズもいいんじゃないでしょうかね。まあ、あとは以前も言いましたけども、えー、と2本立てでやるときに、えー、ちょっとゾナー1本と,、えー、とこのサムヤン2本というのが同じなのぐらいの価格なので、まあ、2本使ってやるとか、えー、とまあレッドアシストとか、 カラーアシストとか、まあ、そういうのを使ってやるときは、えー、とこの 135mm サムヤの方でもいいんじゃないかなというふうに思います。ただまあ僕はですね、当分この、えー、とアポゾナーから、えー、と今は変えるつもりはありません、はい。やっぱりこっちの方が性能がいいので、わざわざですね、えー、それを落とす必要はないというふうに思っています。はい、というわけでですね、えー、と今日はまあ以前ですね、えー、紹介しました サムヤンの 135mm についてネットでの調査で実際ですね撮影して調査したわけではないんですけどもそれでどれぐらいのことが分かるかなということでしたその結果ですね今使っているやっぱりアポゾナの方が性能としては上だなというふうに思いました、はい、それではですね今日はここら辺で終わりたいと思いますここまでご視聴してくださった方はどうもありがとうございました失礼します